ちはラナです。外国人ですが、日本に住んでいてもう12年です。旅行とグルメ大好きなので、こちらのチャンネルでは国内旅行、海外旅行、文化の違い、美味しい食べ物や飲み歩きについていろんな動画を配信しています。少しでも楽しんでいただければとても嬉しいです。はい、皆さんおはようございます。で、今日ですね、香港に来て2日目になりまして、で、これからですね、めっちゃ有名な観光地、ビクトリアビクに行きたいと思います。上まで行くのプラムの駅のところにいるんですけど、ちょっと、プラムに乗るのはつまないかなと思って、実はこれからもう本当に自力で歩いて登っていきたいと思います。はい。で、まだルート調べてないんですが、そうだね、今このところに調べよう。はい、で、今のルートを調べるとこの感じで1時間40分ぐらいかかるそうです。はい、で、ちょっと遠回りになるみたいなんですが、ゆっくり歩きながら散歩もついでに楽しみたいと思います。はい、一応タムの入り口この感じです。やばい、これ初めてのやつね。この感じなら乗りたいかも。の最中で動物園か植物園かっていう感じ、完全に無料な施設がありました。1871年に完成した香港動植物園は広さなんと5万6000平米であって、香港では最も古い公園だそうです。すごい、想定してなかったんでめっちゃ嬉しいです。あら、あーすごい、犬子たち、めっちゃ興奮しとる。
飛んできてる。珍しい。なんか完全に後ろ姿だとあのカワウソだと思っちゃった。なんか毛が濡れてるっぽいじゃないですか、色味が。登る予定でしたが、ちょっとあのね、動物園で1時間以上滞在しちゃってたので、ちょっと遅くなります。はい、上まで登れるあのメイン通りっぽいところに来たので、これからずっとまっすぐ進んでいきます。こんな坂が急なとこに住んでますね。やば、疲れた。これでやっと分かりやすくなりました。坂がきつ。いや、マジで坂がきつい。いや、もうもう汗がやば。めっちゃ疲れてる。しかもね、あの天気なんか基本的さ、12時から3時一番暑くて、まあ、3時超えると少しずつあの暑さがね下がっていくんじゃないですか。でここはね、なんか真逆で12時半ぐらいでお出かけして、なんか26度、だけど風が涼しくてすごいなんか過ごしやすいなと思ったんですが、今ね4時45分なのに、あの割と今日中で一番暑くなってます。で今日も29度まで上がってるので、わあきつい。緑が見えてきた。こっちからね、坂がきつくてもあの森の中緑の中なんで、ちょっと過ごしやすくなると思います。30分だって。絶対30分以上かかりますよ。結構きつむっぽい。こんな感じで、じゃあ頑張るか。プールだ。あ、やばい。暑くてめっちゃ入りたいわ。ちょっとあの運動不足かしら。東京に戻ってランニングでも再開しよう。いや、もうマジで無理だわ。見えるかな。そこまでまだ道がありまーす。いや、一応有名な観光地っていうことで、なんかどこか自販機ぐらい置いてあると期待してましたが、もう何もないです。
水飲めて。はい、やっと休憩以上。めっちゃ疲れたけど休憩しない。あのね、私結構ちょっとすいません、疲れた時に休憩をしてしまうとなんかさらに疲れを感じてしまってもうマジで動けなくなるので、あのもう休憩はもう登ってから最後でいいです。でね、さっきほど上まであと30分って書いてあったんですけど、もう23分ぐらい歩いてるのにまだまだかかりそうですね。見えとる、はあ、途中から少しずつ景色が見えてきました。ジャスミン茶です。ちなみにこれは反対側の景色です。あ、おいしい。このビルの屋上に展望台がありますので行ってみましょう。あら、無料だと思ったら有料だった。せめて入り口で書いてほしいね。まあまあまあ、とりあえずやめとくか。なんか他に見れるところもあるしね、このレストランで食べながらでも見れるので、ちょっと一旦外に出ます。展望台のビルを出て左に5分ほど進みますと、実は無料の展望台がございます。Google マップを見ますと、こちらは山上だと書いてありますが、実は左側にもっと高いところがあって、あちらの方に本当の山上じゃないかなと思います。そちらの方にも登ってみたいなと思いましたが、今回に関しては体力も時間もないのでやめておきます。ちなみにビクトリーピークの標高ここは552メートルです。で、香港島の最高峰となっています。景色とても綺麗ですが、夕日も見たいので一旦広場に戻りましょう。景色綺麗でしたね。で、あの夜景もぜひ見たいと思うので、今ちょっと時間つぶし1時間ぐらいは公園で散歩しようかなと思います。まあ、特に遠いところ行くわけじゃないんですけど、こんな感じでジャングルを歩いていきます。で再び展望台へ。
よし、じゃあ焼き芋見たので帰りましょうか。